認知症防チャンネルのリシャスです。今日ですね、大気汚染物質への暴露と認知機能についての話、その1になります。まずはいくつかですね、大気汚染と認知機能に関しての研究についてお話ししていきます。まず1つ目、2018年にメキシコシティの30から40代の住民にアルツハイマー病特有の脳病変ですね、アミロイド β タンパクやタウタンパクが脳内に蓄積されまして、脳の神経、細胞が、脱落したり萎縮する病変なんですけども、こういったことが発見されまして、通常この病気の兆候が見つかる年齢よりも数十年早いことから大気汚染との関係が指摘されますという内容になります。次、ハーバード大学の研究チームはですね、アメリカ北東部の50都市に住む65歳以上のメディケア受給者1000万人を対象にした大規模調査でですね、特定の大気汚染物質への暴露と神経変性疾患との間に相関があったと報告しております。そして次なんですけども、2018年に BMJ 氏に発表された研究ではですね、50から79歳のロンドン都市圏に住む13万1000人を調べ、微小粒子状の物質、PM2.5 ですね、への暴露レベルとアルツハイマー病のリスクとの間に相関があると結論したという内容があります。そして次なんですけども、南カリフォルニア大学の医師で疫学者のチェン氏はですね、個々の物質の影響については議論があるものの、その混合物による全体的な影響と脳の損傷や認知機能の低下には明確な関連があると指摘しております。そしてこのように言っています。高齢期における大気汚染への暴露と認知機能の関連を示す研究は10以上あると。若年期の大気汚染への暴露が危険因子になるかどうかは分かっていないんですけども、動物実験では微粒子がですね、アミロイドの蓄積を加速ですね、させた可能性が示されていると言及しております。そして次なんですけども、インドの研究で大気汚染による認知症発症のリスクのプールされた推定値をですね、明らかにするためメタ解析を実施しました。その結果ですね、微小粒子状物質 PM2.5 はですね、全ての原因による認知症、アルツハイマー病、血管性認知症のリスク因子であり、オゾンはアルツハイマー病リスクの因子である可能性が示唆されたという内容になります。そして次、ハーバード大学公衆衛生大学院の生物統計学を専門とする研究チームと、イギリスの生態学水理学研究センターの研究チームがですね、共同で調査を実施したものなんですけども、神経変性疾患の発症リスクに焦点を当てたもので、6300万人を超えるアメリカの高齢者を対象に17年にわたる観察が続けられたというものです。その結果ですね、パーキンソン病、アルツハイマー病、ハンチントン病、筋萎縮性側索硬化症などの神経変性疾患と大気汚染との関連性が指摘されました。またですね、この研究チームはですね、調査対象者が暮らす土地ごとに空気1立方メートルあたりの微小粒子状物質、PM2.5 なんですけども、この濃度を測定しました。1年の平均値が5マイクログラム高くなるごとに、パーキンソン病、アルツハイマー病などの神経変性疾患により入院治療を受ける割合が 13% も増えることを突き止めております。しかしですね、それがパーキンソン病やアルツハイマー病の発症、秩序ですね、発症秩序にどのように関わっているかは現時点ではまだ解明されていないようです。大気汚染の深刻な都市部でのより神経変性疾患の発症率が高くなるというのは想定の範囲だったようなんですけども、有色人種より白人、男性より女性が影響を強く受けやすいことが判明しておりまして、このあたりは今後の研究課題とのことです。そしてこの研究を踏まえた上で、米国の生態学
水理学研究センターのステファン・リース博士はですね、従来の PM2.5 の健康リスク評価では基準値が甘すぎると批判が、ね、しているとのことです。ではこの微小粒子状物質 PM2.5 とは何ぞやと言いますと、微小粒子状物質 PM2.5 はですね、大気中に浮遊する小さな粒子のうち粒子の大きさが 2.5 マイクロメーターですね、1マイクロメーターは1ミリの1000分の1の大きさになるんですけども、それより下、以下の、非常に小さな粒子のことを言います。その成分にはですね、炭素成分、硫酸塩、硝酸塩、そしてアンモニウム塩のほか、ケイ素とか、あとナトリウムとか、あとアルミニウムなどの無機元素などが含まれております。この健康への影響はですね、粒子の大きさが非常に小さいことから、肺の奥ですね、まで入り込みやすく、喘息とか気管支炎などの呼吸器系の疾患への影響のほか、肺がんのリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されております。微小な粒子によって慢性的な炎症が気管支や肺胞に起こりまして、肺胞が破壊されていきます。破壊が進むとですね、咳、痰、息切れなどの症状を自覚するようになるんですけども、破壊されてしまった肺胞は治療しても元には戻りません。またですね、お年寄りや子供などは影響を受けやすいと考えられております。さらにはですね、長期的には肺がんを引き起こす可能性が指摘もされております。 PM2.5 が多い日はマスクね、プラス鼻呼吸、鼻フィルター機能を使って影響を少なくして、屋外での長時間の激しい運動などはできるだけ控えるようにしていくことが望まれております。本日は動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方は高評価とチャンネルフォローをお願いいたします。それではさようなら。